現在、宮崎県では持続可能な魅力ある宮崎農業の実現に向け、これまで培ってきた農業経営資源に新たな技術や様々な情報などを積極的に取り込んだ賢く稼げる農業を目指すスマート化と、気象災害をはじめとするあらゆる危機事象に負けない農業を支える新防災を2つの柱として、さまざまな事業を展開しています。宮崎県が稼げる農業のスマート化を目指して、宮崎県南中農林振興局が地元などの関係機関と一体となり進めている塩谷原地区の圃場整備事業を紹介します。現在、圃場整備により小さく不整形であった農地の区画拡大を図り、合わせて用水路や排水路、農道の整備を行うことで、効率的な農作業の実現や経営規模の拡大に向けて事業を推進しています。これまでに紹介した圃場整備事業などの農業農村整備事業を進めていくには、専門の農業土木技術者が必要不可欠となります。宮崎県の農業農村整備事業には、各分野の農業土木技術者の力が必要です。宮崎県の農業農村整備事業は、県、市町村などの行政、宮崎県土地改良事業団体連合会、測量建設コンサルタント、建設業者などの各分野の農業土木技術者が連携し、地元農家の方々と一体となり推進しています。農業土木という職種上、農家の人たちと交わる機会が多いんですけど、自分たちがやった仕事がそのまま農家の人に喜ばれるっていうところにやるがいを感じています。宮崎県の、農業基盤の整備率がまだ全国に比べて、水準が低い状況です。水準が低いということは、伸びしろがまだまだあるということを考えてます。宮崎県の農業の発展には皆さんの若い力が必要です。宮崎県の農業の発展のために私たちと一緒に働きましょう。今宮崎県の農業は担い手不足、そして高齢化が進んでいます。そんな中で地元の農家さんたちは、条件の悪い農地、そして老朽化している、施設の維持管理などに日々苦労されながら農業されています。そういったところを私たちが改善し、より良くするために農業土木という仕事があります。農家の皆さんがこれからも農業を続けていけるように、農業の生産基盤を整備するだけではなくて、自然災害から農地、農村、そして人の命を守るためにも農業土木という仕事は重要な役割を担っています。この農業土木という仕事を通して、宮崎県の農業のために皆さんと一緒に働けることを楽しみに待っています。地元の農業のために区画をきれいにして、より良い農業をしてもらうために、地権者さんや地元に協力するための工事を行っています。完成を見るたびに、きれいだなとか、完成してよかった、とてもやりがいを感じて、達成感も感じ、十分仕事に向き合うようなことができるので、生活が充実していると思います。自分はまだ若いからとか思わずに、これからどんどん新しい技術が入ってきますので、若い方がより必要になってきます。そして自分と一緒に頑張ってほしい人も目指してほしいので、技術者を目指す方応援しますので、よろしくお願いします。これから若者たちが今から農業しようという夢があるということが非常にいいことだと思います。またしようとしてるんで、やっぱ農業土木の方が来ていろんな話をしてくれるというのがいいなと思ってます。それも私たちの一つの勉強ですよね。でそこで若者たちが
大きな農道も大きく作ってもらって、大きなトラクター機械が今大きなので、やっぱりこれからの若者のためにはちゃんとした田畑を作っていかないかないといけないと思ってます。だからこうやって補助整備するということは本当にこれから先の若者たちの夢でもあると思うんですよ。でこれからの農業を若者と一緒に頑張っていきたい。もう私たちはその若者についていきますので、一緒に頑張ろう。宮崎県の農業土木は地域の話し合いを通じて将来の営農構想を描いていきます。地域の営農ビジョンを実現し、賢く稼げる農業、スマート農業を目指します。宮崎の農業の発展のために私たちと一緒に働きましょう。